皆さんがある銘柄を保有している場合、その株に悪口を言う人がいたら気分が悪いですよね。自分と反対の意見を聞くとイライラしてしまうのは人情。そしてもちろん自分と反対の意見を持つ人たちが常に正しいとは限らないです。彼らのアドバイスを常に聞き入れる必要はないんです。しかし、投資で成功するには我々が覚えておくべきことは、いつか反対意見に従わなければいけない日が必ず来るということなんです。これは反対意見が正しいからではなく、あなたの取った行動が次のアクションを 規定してしてまうことによるんです買った株はいつか売らなければいけないし空売りした株はいつか買い戻さないといけない。 実際、空売り専門にしているヘッジファンドが、この会社は倒産すると判断し、大量の空売りを仕掛けるケースを考えてみます。その会社が不当たりを出し、実際に倒産するとなった場合、株価は当然限りなくゼロに近づきますが、本当にゼロになることは稀です。その一つの理由は、その空売りを仕掛けたヘッジファンドが、その株が上場廃止になる直前に買い戻しをかけるからです。なぜ、この空売り専門ヘッジファンドは安値で買い戻しているのでしょうかそれは、そもそも空売りをするためには、 借り株をしなくてはならず。借りた株は耳を揃えて返す必要があるから。この現象をこのファンドが取ったアクションという見地から見れば、空売りのポジションを立てた時点で、次の一手は買い以外にはないということが確定してしまっていることに気づくと思います。 ゴールドマンサックスで株式トレーディング部長を務めたボブ・ムニューシン。彼はゴールドマンの株式トレーディング部をウォール街最強のチームに仕立て上げた功労者であり伝説的トレーダー。そんな彼の口癖は最高のポジションはノーポジションだということ。なぜ買いでも売りでもなくフラット。すなわち何もポジションを立ててない状態が理想だと言ったのか。その理由は冒頭に言った買ったものはいつか手締い売りするほかない。そして空売りしたものはいつかショートの買い戻しをするほかないという理屈に によるんですつまり、無入心は、ポジションを持つことで、次の一手の選択肢が狭まってしまうことに、警鐘を鳴らしていたんです。もしあなたが株を何も持っていない、ゼロポジションなら、買いか売りか、その二つの選択肢があります。しかしもし、あなたがロング、つまり買い持ちにしている状態なら、もちろん買い増しという選択肢はありますけれども、もちろん資金には限りがあります。基本的には、選択肢としては、売りしか残っていないんです。そしてもちろん、あなたがショート、つまり売り持ちにしている状態なら、もう次の あなたが取れる選択肢は買い戻ししかないんです。つまりあなたは将来、その意見に従わざるを得ないことが運命づけられていることを示唆しているんです。 繰り返して言うと、あなたは反対意見に従うかどうかに関しては、もう裁量権を持っていないんです。なぜならそれに従うことは、あなたの取ったポジションが決定するから。ただ、いつ、when ということに関しては、まだあなたに裁量の余地があります。このことを理解すれば、あなたに反対意見を持つ人の見解を、ちょっと聞いてみようという気持ちが起こると思います。つまり、オープンマインドということ。少なくとも反対意見を持つ人たちの言い分なり、根拠なりがどういうものであるか、ということに耳を傾け、その意見をノートに書き 突き止めておいてください。 ここ非常に重要です。あなたが一番株を売るべきタイミングの時に限って、それを進めてくれるアドバイスが皆無になるんです。ある銘柄が高値を更新し、どんどん上がっていくと、それに対して反対意見を言うのがとても難しくなります。だから高値では、その銘柄に対する賛美の声ばかりが聞こえてきて、ネガティブな意見はゼロになるんです。しかし、危険な瞬間とは、そういう瞬間に他なりません。有名な相場の格言に、万人が万人ながら強気なら、たわけになりて、 米を売るべしというのがありますこれは江戸時代に米相場で成功したこの方の言葉です。これは相場の天井では全員が強気になってしまい、誰もあなたにウェンをアドバイスしてくれないということを言っているんです。肝心な時に誰もあなたにアドバイスをしてくれない。そういう時こそ昔ノートに書き留めておいた反対意見を読み返し、そろそろその反対意見に従うべきかを検討してほしいんです。